2021シーズンの J リーグ開幕直前オンライン記者みが23日に行われた FC 東京を率いる長谷川健太ただ氏が開幕戦への意気込みを語った。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1は無料を試し実施中、昨季は過密日程の中、AFC チャピオンズリーグ、ACL も戦った FC 東京は、リーグ戦で6、フィニッシュ。今季は、来季の ACL 出場権を獲得し、いところ。長谷川監督は、浦和レッズとの開幕について、非常に難しい相手と開幕戦のカーになったと思っています。新監督を迎えて、日に、浦和も今季にかける思いというのが非常強いと思いますし、何よりも、浦和のホームということで、プラスアルファの力というのが、浦の方には、プラスになるんじゃないかなと思えていますとコメントした。また、長谷川監督は、投的な強さで昨季の J1 を制した、川崎フロンターレについて、非常に強いですと一言。さらに長川監督は、ですので、どう止めるかというのは、では、簡単に説明できません。その対戦する上、川崎のチーム状況もありますし、自チームの無状況もあるというふうに思います。そう、状況を鑑みて、どう戦うかというのを決め、いきたいと思っていますが、超えなければ言うはないとコメントした。FC 東京3シーズン目を迎える、長谷川監督はチームを、今季の J1 優勝、そして ACL 場に導くことができるだろうか。両。